さあ、はい、ようやく連勝も止まりまして、なんかもうすごい試合が多かったですが、ここでハマーさんワンピが、いやいや残るはもうほぼ壊滅状態になったので 1,2,3 5人ぐらいかなっていうところで、ハマーさんここ最近、ハマーさんも 02M2移行というかなんというか相当やり込んでますね。この前はバースでフミさんに30連敗したという折れない心がやはり素晴らしい。さあそのまあなんというか面白いですね、この組み合わせも。昔やってて 02M をまた新規一点始めたハマーさんと最近伸び盛りのリクさん。リクさんは 02M から格ゲーを始めて確か2年ぐらいかという今伸び盛りのプレイヤーですが、ハマーさんはアンヘルをチョイス。さあ一発調子決めて、さあリクさんも取り返しにかかる。さあ早い展開の中ここで動きがある。さあ止めて、そうあ確かにあそこら辺はそうですね、無重視で使ったあのアインシュートをジャンビで避ける感じ。さあ防ぎ切って、さあ展開が早く、リクさんもちょっとついていくのが精一杯ってた感じが。さあしかし力強い、おい避け切る、うまい、かくったかな。さあかくりませんが弱々先行刺さる。さあ取り返して中堅が浜さん側はクーラー。さあ芸術的にはリクさんが温まってる感じですが、ここ当てみとって打っていく。さあ走って抜けて、さあリクさんも追いついてきたか、ここで鋭い。さあこのまま決められてしまうと厳しいですが返していく、うまい、ジャンディ中断。ハマーさん的にはもっと仕事をしておきたい。このまま決まってしまうとこの後はきついか。さあここはハマーさんゲージがちょっと足りない感じがあるが、しかしリクさん側もまだ一発では決められない。さあ裏向いているが禁止重ねて打っていく。さあもうここからお互いちょっともう危ないですね。ハマさんが壁を作りつつ、と危ない。さあ乗っかってくる、これが健康点。さあもう危ないが防ぎきっている、発動できない。さあここは決まってしまう。さあここでナルさんがいつもよりは早い登場。そう、いつも最後ですからね。はい、ランダム。ナルさんはアンヘルは、まあ、ランダム結構ほぼ使えるんですけど、はい、その中では使えない方なんじゃないかなと。あ、まあちょっと使ってないとかなり厳しい、ね。あ、そうですよね、うん、
ちょっと癖が強すぎて中断中断中断って言ってるのなかなかそれある技忘れてるあるあでもやっぱり距離の詰め方はすごい上手いなちょっと走って、まあ、当たんないんですよねあれね高くてガラさんそれ下段じゃないっすよ今今作は下段ではございませんできる。さあここで勝てれば、まあ、ランダムとはいえなんか大きく自信につながるんじゃないでしょうか。あこれ相当きついです。アーヘルがかなりきついです。お、すげえ。あ、さすがに確定しないか。変更から、なおやって。さあここからはねあ場合によってはあ場合によってはマックスってもあるんですけどさああさあかすみさあここはああ届かないなーあいやーなるさんゲージを貯めていくあー禁止ちなみに下水の禁止前で距離が離れちゃった場合は禁止先行白山そうですねですか、はい、これなるさんもしかしてあさすがにやらないあーなるほどなるほど覚醒はね最強キャラだからな覚醒るようなおなんか地味にきつそうだなそうねこれ結構ネメスやりづらいキャラの一キャラじゃないでしょうかね懐が長いからですかそうねなんかあ前とかも結構ジャンディの置きとかにあそこそこ崩されつつみたいな負けやすいはいそういうところではい YD さんも早くもというかなんというかまああと2人3人3人さあここでナルトさんも本キャラにこれなんかは YD さん超やり込んでるっぽいですよねこの対戦そうそうこの組み合わせうまいんですよね本当にあうまいあれなんで潰せなかったんだろうなあれ結構、はい、あの後の立ち絵にアインが潰されるんですけど、距離とかタイミングなのかないい位置なんですよこれちょうどなんかいい位置に出るのかおすごいあーちょっといい位置でしたけどあーすごいすげえいい前転これほんとよく勝てるよなおーすごいさあいいすごくいい状態でこれもこうなるとちょっとだるいんですよねかすみ側もあそうなんですかこう嫌がらせされるそうですねあー確かに確かにこの図はよく見るうわすげえさあここはあすごいああ出ないあもう削りも OK とさあすごくいい状態だぞこれはああすごいうますぎるこ
これはさすがのナルさんも厳しそう。これ厳しいですね。画面すげえいい動きしてるのに本人が息切れしてるっていう。だから考えさせられるもんがあるな。あっ、すごい、当たらない、当たんねえ、姿勢低く、マジか。あ、さすがにこれ、あさあ、あいつでも OK と、あいつでも OK と、あー届かない、もうちょっとだけ走ってたら。さあここですね、ここをうまく切り抜けられれば一気に話が変わるんですけど、これもなんかこれで前へ潰されそうですね。ジャンプ A で、ジャンプ A、ジャンプ C、そうですね、ジャンプブットバがきついっていうのが、そもそもそうですね、なんかあの4段もいけないし姿勢が低いので、あ、いけないんだ、はい、あ、危ない危ない、あ、うわっ、あー繋がらないけど、こう反撃する、あー、はい、メシメシ、ジャンプとは、あー、ここで会心のしゃがみやばれたが、ここはまだ倒せない、画面足裏向きスタートで、あ、マジか、できる、まだ裏、うわ、どう、一生裏だ、エッサッカーかな。さあここでゲージはゼロなものの、なるとここで逆転できるのか、いや厳しい厳しい厳しい、これはきつい、厳しい厳しい、あ、もうガキャンでも体力危ない、あ、差し込む、ゲージがないんだな、厳しい、いや悩んだよね、絶対確かに、まあ、前転するかどうかすごい悩んで結局後ろ入れちゃったっていう、もうケラあそこ何やっても対応されるだろうな、もうダメだなっていう瞬間、さあここで初期殿の発進、まあ、先ほどはマチュアが初手系ダッシュを一気にいなして勝っておりましたが、さあ初期殿どうする、あ、1位、あ、確定しない、今のはジャンプ B が遅かったら確定したのかもしれないけど、投げて画面足、うまっ、さあ中央まで一気に戻していく、こんだけ最初も軽ダッシュと現状大して変わんないっていうのはやばいな、あ、今あれすげえな、投げて、あー、リバライ、お、外す、あ、逃げて、戻ってくる、あー、離す、うまいなぁ、すごいなぁ、やらしいなぁ立ち回りが、さあここで、あ、引っかかる、白山投げる、どちらかというとイーブルのしゃがみでしたが、霞の判定が長すぎてしゃがめない、上取って投げる、おお、すごい、いや、やらしい立ち位置、取っていく、上、おお、すげえいい連携でしたけど、すごいな、あ、さすがに霞、
いやー読み合いでしたね今。あんだけ固めてたからな。確かにガーキャー狙いたくなるな。あ、読み勝った初期さんがここで中堅大将戦へ。いいことが起こる。ストーム。あ、確定。任務完了。そしてネームがさゼロゲージ。厳しい。かかって。まあ、かなりこれは頑張んないとゲージもないので、あ、さあこれワンチャンス。ゲージ半分。さあゲージの方は入ってるが、そろそろ4ゲージ。おお、すごい。よく応転するな、そこで。外して、引っ掛ける。おお、すごい。おお、あそこでやる。おお、すごい、すごい。あーすげえ勝負。外す。ストームフリンガー投げる。強すぎるこの男。厳しい。確かにそこで D か。行きましょう。はい、どうぞ。さあもう蹴出したいマッチはもう3連戦、まあね、一番やってるでしょうから。あ、すごい技の選択の仕方がすごいなんかいいな。上を取ってセンター当て、センター当て。あーすごい、あのジャンプ B すげえ機能してんな。さあ焙煎ここで切り返せるか。逃げて、さあこれで戻って、あーっとこれ確定。ワンコーも決めてゲージ回収。大きさもついてきて画面して、あ、暴れる。お、すごい今の立ち位置強っぽいな。あっと、あー、さすがに。さあ、チャンフェ。お、すごい。どんどんどん。昇竜。あ、しゃがむ。さあ、でかいコンボが入るか。あ、いや、補正切りなの。こうだ、補正切りなの。あ、確かに切れてる、切れてる。さあここで3連勝に王手。あ、ジャンプ C で迎撃していく。さあどちらかというと対空技が、あ、すごい貧弱なキャラだと思いますけど、空対空でしっかり。おお、あんなとこ、あんなとこ割ろうと思ってるのがすごいな。
技の選択すげえな。あそこで B ボタン押せるんだ。さあ、まあ、ここで、ああ、捨て抜けられるのか。さあ、パイセン、ここはいい。いいしゃがみし。ああ、引っかかる。おお、すごい。そこではいい暴れ。あ、いいのが入る。いいのが入る。さあ、ここから投げて。あ、ストーム。あ、ネックローリング流れすごいわ今の。流れすごいわ今の。そこでネックローリング選択するんだ、すごいな。さあキャプさん、いつも通り100円払って最後にプレイと。はい、これラストですね。ラストですよね。はい、はい、はい、はい。さあ、ここまで素晴らしい試合の終わり。さあ、キャップさんを崩せるのか。キャップさんはかなり強めのキャラですね。かなり強めですね。もうなんか話を聞いてると、はい、ネームレス使わなすぎて、あ、ドリルが錆びたって。そうそうそう、ドリルが錆びついた。ネームレスのドリル錆びてるらしいです今油塗ってくださいちゃんと。おーすげえ、そこ選定するんだ。おーすげえ、ジャンプ1段。おーうまいな。おーうまっ。おーすげえな、これ待ち合い有利なんじゃないかと思ってしまうぐらい勝ってんな。いや、すごいですよね、本当に。いや、そんなわけないと思うんだけど。あ、5分自信満々に5分とか言ってるけど、もう俺このゲーム知らねえから信じるしかないからな。あ、さすがこの辺の勝利。うわすごい、本物、本物なのか。ああさすがに、あのこうやって上からこうデスペア、デスペア、あの技が本当強いですよね。超強い。あの技があるから多分他も行きやすいっていう部分はある、そうそう、あるでしょうね。前に出づらくなってるんですよね。これまでって前の選択肢がこうジャンプブッドまで前出るとかだったから。そうですね、デスペアあるからすげえなんか気軽に触りに行きやすくなっちゃって。おすごい、重ねて投げてめくりは押し込む方選択。うわマジか、今のしゃがむの。ドン、すごいな、あそこしゃがみに行く。さあすげえいい立ち回りだったけど、まあ、コンボが決まって。っさあこのこの詰め方、追っかけてくる。いやーすげえな、本当にすごい、なんというかプレッシャーのかけ方が本当にうまい。おお、いいのが入るか。あ、いやー届いたが、届いた、暴れる。さあなんとかつないで対象戦。さあ状況は何とも言えないですが、ゲージが、ゲージはねあるんで、はい、まあある程度払ってまずは。あっ、あ、惜しい、嫁が。うわ、よく出したな今。あっ、あっ、あ、うわ、
いい勝負だったな。すげえいい勝負だった。あの中段に発動できてたら勝ちあったな。そうはね、立ってる食らってるみたいな、なんかギリギリ出せるか出せないかみたいなところでしたね。惜しかったな。いや素晴らしい、はい、面白かったですね、はい、すごかったですね。ワイさんもだいぶ粘りましたけど、ワイさん超強かったけど、あ強かった強かった、すごいな。さあそれでは今日は、今日の一言は、池袋のバーサーカーさんにお願いしようと思います。ではお願いします。ワイが池袋のバーサーカーやで。おい言い方からねもう完璧でした。はい、では締めたいと思います。私、はいはい、宣伝して帰ってもいいですか。あ、はい大丈夫です。今年のですね7月の、16日17日の3連休の初日2日目で、はいはい、南浦にあるビッグワンセカンドさんで、まあ はい、いわゆる、関東デュエルというリトリックシーズンという、大会を、開催いたしますので、今年も、はい、今年もやりますということで、開催の運びとなったということで、はいはい、もうゼロニウムの予選は終わっちゃったんですけど、予選もあと9月と13で1回ずつということで、予選勝った方はもう2日目ベスト8、はい、ベスト16は確定ということになってますので、予選の方もふるってご参加いただければなというふうに思っております。一応ブログがね、あ、はい、日程とあとホームページと、あ、そうです、デュエルの、はい、ホームページ今準備中なので、ブログとツイッターの方で、はいはい、随時最新情報については更新していきますので、はい、よかったらチェックしていただければと思っております。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。それでは締めたいと思います。第294回 KF ゼロニウム紅白戦、これで終わりたいと思います。お疲れ様でした。